ヘルマン・ホーゲバックはドイツの軍人。第二次世界大戦時のドイツ空軍の爆撃機パイロットである。スペイン内戦で100回以上、第二次世界大戦で500回以上の作戦任務に出撃し、白洋、剣付騎士鉄十字章を授与された。騎士鉄十字章とそれより上位の白洋、剣付騎士鉄十字章は戦場での卓越した行為や、 軍事上のリーダーシップを発揮した者に授与された。最後の軍務は第6爆撃航空団の航空団司令であった。1914年生まれのホーゲバックは、1934年にバイマル共和国軍に入隊して軍務につき、1935年に空軍へ転籍した。飛行訓練を終え、様々な爆撃機部隊に所属した後で、 スペイン内戦のコンドル軍団での任務に志願した。第二次世界大戦では、ポーランド侵攻、フランス侵攻、ベーザー演習作戦、バトル・オブ・ブリテン、クレタ島の戦い、マルタ包囲戦、地中海の戦い、東部戦線、本土防衛といった戦闘に参加した。戦争終結間際には、ホーゲバックの爆撃機の無戦士、偵察員、 重主といった前頭上院が騎士鉄十字章を授与されるという珍しい事例が発生した。1914年8月25日に当時、ドイツ帝国の一州であったオルデンブルク大公国のイダー・オーバーシュタインで、上税官の息子として生まれたホーゲバックは、1921年からアビトゥーアを取得して卒業した1934年まで、ミュンスターで過ごした。 卒業後にカッセルに駐屯するバイマル共和国軍の第5師団第15不評連隊第9中隊に士官候補生として軍部に就いた。士官教育を終えた1年後にホーゲバックは空軍に転籍してノイルピーン、ルートビヒスルスト、ドイチェ、ルフトハンザの RBE シュトレカといった地でパイロットとしての訓練を受けた。 この訓練期間中の1936年6月1日には、少尉に昇進した。爆撃機パイロットとしての訓練を終了すると、グライフスバルト共同航空団第3飛行隊に配属された。この部隊は1937年4月1日に編成され、後に第1共同航空団第3飛行隊となった。 その後、ホーゲバックは1938年5月1日に、第355爆撃航空団、第2飛行隊へ、同年9月1日には、第253爆撃航空団へと転属した。コンドル軍団で使用される、ハインテル HE111E 中尉に昇進すると、ホーゲバックはコンドル軍団での実戦任務に志願し、スペイン内戦で100回以上の作戦に出撃した。 コンドル軍団はナショナリスト派を支援するために、スペイン内戦に従軍したドイツ空軍と、ドイツ陸軍からの志願兵で構成された部隊であった。スペインで、第88爆撃飛行隊、第1飛行中隊に所属しての最初の出撃で、ホーゲバックは、共和国ハガーの対空砲により撃墜された。この作戦は、モーラデーブレとエブロを目標とした攻撃で、 蒸気の右エンジンが被弾して出火した。サラゴササンフルホへ戻ろうとしたが、その途中で機体を放棄する、胸の命令を出さざるを得なくなった。観測員のポッペンハーゲンと、航空機関士のヘルマンは、なんとか脱出したが、通信士のゲルハルト・パヒトコ長は負傷していて、脱出できなかった。ホーゲバックも脱出したが、アンテナと垂直尾翼に、体を打ちつけて、 頭蓋骨と肺を負傷し、無人地帯に降下して、翌日の夜に発見された。1939年6月に、スペインでの軍務に対して、ツ付スペイン十字賞金賞を授与された。1939年9月に、第二次世界大戦が勃発した時に、3LGE-1 に所属していたホーゲバックは、HE111 を操縦して、 ポーランド侵攻での作戦任務に加わった。その後の1940年初めに、同部隊は装備を新しいユンカース188に改編された。ホーゲバックは、さらに、フランス侵攻の作戦に、1940年夏には、ロンドン上空の28回の作戦を含む、イギリスとの戦いバトルオブブリテンに参加した。 エージュ88オブ LG1 シミラーツーゾーズフローン、バイホーグバック、ホーゲバックと、3、LG1 は、マルタの戦いでの作戦のために、シシリーへ移動し、1941年1月に、ホーゲバックは、第1共同航空団、第8飛行中隊の飛行中隊長に任命され、地中海戦域での初の作戦の一つでは、相当6トン数1万トンの貨物船を、 激沈するという戦果を挙げた。同年6月には地中海上空で偵察任務についていた上記の18、18が12機の英軍戦闘機から攻撃を受けるという事態に陥ったが空戦の後に敵戦闘機は追撃を止め、この間にフォーゲバック機の通信士であるビリー・レーネルト軍曹は何とか2機の敵機を撃墜した。 163回の出撃回数を達成した後の1941年9月8日に、ホーゲバックは、北アフリカのデルナで、アフリカ航空兵指導官のシュテファン・フレイリヒ中将の、手から騎士鉄十字章を授与された。1943年2月20日には、第一共同航空団、第3飛行隊の指揮能力に対して、ドイツ軍人の192人目の授与者として、 白洋付騎士鉄十字章を授与された。授与式は1943年3月初めに、ボルフスシャンツェで行われ、ホーゲバックは、第121長距離偵察飛行隊所属のエルビン・フィッシャー隊員と共に、アドルフ・ヒトラー自身の手から直接勲章を授与された。この授与式でヒトラーは、好位の勲章を授与されるのが最も困難なのは、偵察機パイロット、 ついで爆撃機パイロット、最後に最も簡単なのは、戦闘機部隊から来る、立派な紳士たちの順だと述べた。その後ヒトラマイナスは、自身の空軍副官である、ニコラウス・フォン・ベロー大佐を伴って、彼らをお茶の席に招く前に、事後この順は変更されるであろうと語った。1943年8月12日に、ホーゲバックは、バルター・シュトルク大佐の後任として、 第6爆撃航空団の航空団司令に任命され、1944年5月1日に中佐に昇進した。同年10月18日に、KG6 は第27爆撃航空団、第30爆撃航空団、第55爆撃航空団と共に、新設の第9航空軍団の霊下に入った。KG6 は、その戦闘機的な任務の性格を表して、 ジョックットを意味する添え字の J を授けられて、今度は第6爆撃航空団という名称となった。砲ゲバックは残存するユンカース188とユンカース188前期を他の部隊に引き渡すように命令を受け、その後 KG6 は装備をメッサーシミット目262ジェット戦闘機に改変するためにプラハへ転出した。 1943年から1945年の間に、ホーゲバック機のユンカース188、搭乗員たち全員が騎士鉄十字章を授与された。これは、ドイツ空軍の中でも最も高く評価され、これだけの勲章を授与された、唯一の同乗搭乗員であった。従主のギュンター・グラスナー総長が1943年12月31日に、 通信使のビリー・ライネルと総長が1944年4月5日に、偵察員のビルヘルム・ディップベルガー士官候補生が1945年1月9日に、騎士鉄十字章を授与された。1945年5月に、ドイツが降伏するとホーゲバックは、アメリカ陸軍の捕虜となり、同年9月に釈放されるまでイギリスのロンドンと、フランスのサントメル・エグリーズに収容されていた。 対戦後は法律を学び、自動車産業で働いた。2004年2月15日に、ニーダーザク選手のデート人間で死去すると、最高の軍装の礼を持って埋葬された。ありがとうございます。